いやー、この実況もなかなか息の長いシリーズというか、息の長いというか、まあ、絵を描くのが遅くてすみませんねっていう話なんですけど、学校であった怖い話。はい。じゃあ続きやっていきましょうか。もうね、メタルギアソリッドも、コープスパーティーも、ゼルダもこのシリーズ始まってから始めたのに、終わっちゃったからね。こう、ランキングに入らせていただく前から続いてるシリーズということで、皆さんも見てくれてありがとうございますね。はい。というわけで、新井さんです。新井昭二と言います。ついに最後の話になってしまいましたね。なのに一向に7人目は現れない。そうなると僕が最後の話をすることになりますね。寺子くんでしたよね。どうです、怖い話が7つ聞けないと困りますか？困りますね。なんとかなりませんかね。新井さんのお力でなんとか2話とか話してくれませんかね。そうですね。はい。6時でちょっとね、なんとかなりませんかね。でもね、潔く諦めましょうよ。ああ、ダメなんですか。知らないでしょうが、実はこの学校に関する怖い話を7つ聞いてしまうと、何か悪いことが起きるという話があるんですよ。でも未だに7人目が現れませんから、安心して6話目を話せますしね。そういうもんなんだ。ですからもっと前に僕の番が回ってきていたら決して話さなかったでしょうね。話してよ。 それほど危ない話なんですから。そいつがどこで見張っているかは、そいつが、そいつって誰かって、人形ですよ。おかしいですか？そう、なんかね、新井さんにはなんか人形の話があるっていうのはどこかで聞いたことがあるっていうか、まあなんか荒い まあなんかまあ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 、まあ、言っとこう。その人形をバカにすればあなたが呪われるだけですから。でももういいでしょう。もう7人集まりそうもありませんし、話しても大丈夫のようです。それでは話しましょう。この学校に住んでいる人形の話を。皆さん、人形はお好きですか？人形怖いな。日本人形やフランス人形などその国の特徴を表したもの、藁人形や黒魔術に使われるような呪術人形、誰もが親しめるぬいぐるみだって人形です。腹話術の人形や荒ずる人形など特殊な技術を要する人形、一言で人形といってもその用途も様子も様々です。フランス、オランダ、チベット、京都みたいな感じですね、それはね。はい。でもね、共通していることが一つだけあるんですよ。どの人形にも共通している点が一つだけ、それは魂を持っているということです。持っているというよりも、魂が入るという言い方の方がいいでしょうか。人形はね、書いて字のごとく人の形を成しているものでしょう。それを作った人や持ち主の思いを感じ取って、人形は魂を持ち始めるんです。寺子くん、人形にどんなイメージを持っていますか？懐かしいとか温かいとかいう感情はないな。どっちかっていうと、まあその話聞いてると怖く感じちゃうけど、結構多いですよね。まあそりゃそうですよね。怖いです、怖いです。髪の伸びる人形とか、涙を流す人形とか。僕も人形って怖いんです。よく部屋に人形がポツンと寂しそうに置いてあると、どうしても視線がそっちに向いてしまうんです。なぜか人形に見られてるような気がして。すいません、学校に住む人形の話ですね。また来ましたね。すいません、何々でしたね、みたいな。実を言うと、その人形がいつからこの学校にいるのか分かりません。でもいることは間違いないんです。そしていつの間にか現れるんです。寺子くん、私が何を話そうとしているのか分かりませんか？分からんな。早く本題に入ってくれ。思って当然だと思います。最初はこの話に戸惑うかもしれません。でも大丈夫です。僕の話が終わるときには、あなたもこの学校に住む人形の話を信じてると思いますから。どういうことなんじゃ？一体どういうことなんじゃ？やめてくれ。そうですね。強いて言えばとても人間に近い。人間に似ていると言いましょうか。大きさも等身大です。心持ち人間より小さい程度ですか。大きな子供くらいと思っていただければいいでしょう。肌は真っ白で、髪は黒く、大きな瞳が特徴的な人形なんですよ。美しい人形なんですが、見方を変えれば人間に似すぎていて気味悪いとも言えるでしょうね。
実に成功にできている。口だけは開きません。ほう。口が開くと腹話術の人形のようになってしまいます。女性のように思います。でも人によっては美しい少年のようにも見えるそうですし、男性とも女性とも取れぬ中性的な美しさというのが一番合っている表現でしょうか。その人形は誰が作ったかももちろん分かりません。それに僕もよく分からないんですよ。実際に僕が見たわけじゃありませんし、いろいろな人から聞いた話をつなぎ合わせただけですから。なんか新井の話ってツッコミどころがないな。実況難しいね。だから多少話の食い違うところもあるんですよ。人によっては恐ろしいほど目が大きかったとか、耳が尖っていたとか、口が大きく開いていたとも言われています。どうしてそんなに情報が食い違うのかって。だって仕方ないんです。その人形を見た人は今は誰も残っていないんですから、死んでしまうんですから。でも人形はいるんです。間違いなくこの学校にね。わからない。1年生ですからね。先輩、新井先輩。そしていつも恐怖に怯えてるんです。そうなんですか。その話今までの人はしませんでしたけど、この学校はね、毎年一人人形に生贄を捧げているんですよ。捧げるというよりも生贄になってしまうという方が正しいですね。はあ。毎年死んでるんだこの学校の人。そう、その類の話を聞くと思います。でもね、その話に登場した人たちの少なくとも何人かはその人形に殺されたという噂もあるんですよ。どんな形で死ぬにしろ、その影には一体の人形がつきまとっているんですよ。一元に選ばれた人形は必ず人形の姿に怯えるそうですよ。これ死ぬな、間違えると。その犠牲者はお前だみたいな。あ、去年の話ですか。その話に沿った感じで、あの話の通りだみたいな感じになる展開ですね。これは金井翔一くんという生徒でした。彼はいつも何かに怯えているような、おどおどしていました。怯えているような目でおどおどしていました。俺がおどおどしてるんかい。後ろから声をかけると必ずびっくりしていました。それにどこかで物音がするとその原因がわかるまで不安そうにキョロキョロしていましたよ。最初は一緒にいる僕たちまで何があったかと驚きましたが、それが彼の性格であり癖であることがわかるともう慣れっこになってしまいましたよ。だから逆にわからなかったんです。彼が人形に怯えていたことがね。僕が記憶するに、彼が最初に人形のことを話し始めたのは焼却炉の脇を通ったことの通った時のことだと思います。また焼却炉出てきたな。金井くんの足が止まったんです。いつもの何かに何か怯えるような目で焼却炉の方をじっと見つめてるんですよ。ほう。冷静ですね。さすが新井さんですね。どうしたの、また何かいたのかい。僕はできるだけ脅かさないように声をかけました。すると彼は声を震わせて言ったんです。人形がいる。焼却炉の中で人形が僕のことを呼んでいるんだ。そんなことを口走るとフラフラと焼却炉の方へに近づいていったんですよ。僕はびっくりしました。だって焼却炉はちょうどゴミを燃やしているところで、真っ赤な炎がゴーゴーと燃え上がっていたんですから。どうしたんだよ金井くん、危ないじゃないか。やめろ。でも呼んでるんだ、僕は呼ばれたからそばに行ってやらないと。ああ、危ない子じゃの、金井くん。ほほ、冷静じゃねえ。スタスタ。人形の姿を見るようになりました。どうですか、寺子くん。君は寺、金井くんの見たものを幻だと思いますか？それとも人形は本当に存在したと思いますか？まだ何とも言えねえな。そんな話だけじゃ信じられねえ。はい、すいません、ちょっとディスク容量が足りなくて止まっちゃったんですけど、先日ゼルダが終わったばっかりなんで、ゼルダのデータをバーンって消して続きやります。
いいえ、そんなことを言っていられるのも今のうちですよ。そのうち笑っていられなくなりますから。そして確信するはずです、人形は本当にいるということをね。ねなんて言ってねえよ。ああわ、余談ですが人間は幻覚を見ることが実際によくあるそうですよ。例えば幽霊の類ですが、そのほとんどは幻覚だと言いますね。もちろん本物の霊も存在しますけれど、ほとんどの場合は幻覚だそうですよ。そうなんですか。やめてください、怖いです。まあ僕は精神が不安定になることはないですから。今ちょっとガッて来ちゃったけど、その時人形を見てしまうケースは特に多いんですってね。実は僕も見たことがありまして、いえ例の人形じゃありませんよ。だって僕がこの高校に入る前の出来事ですから。よかったよかった、誰もいないはずの部屋に、これ俺の部屋じゃねえか、日本人形が転がってるんですよ。髪の長い、なんだろう、稚児人形じゃない、なんだろう、読めないっす、すいません、感じ弱いんす。人形がね、瞬きした次の瞬間にはいなくなってしまいましたけど、まあそれはどうでもいいことですね。よくねえよ、そんなことはどうでもいいというやつだな、これは。それで金井くんの話です。金井くんが2度目にその人形を見たのは2日後のことでした。体育の授業でソフトボールをやっていた時、突然金井くんが暴れ出したんですよ。バットを振り回しながらグラウンドを走り回ったんで、怖いなこの人は。寄るな、寄るんじゃない。その場にいた人間全員、その場にいた全員の動きが止まりましたよ。だって見ていた僕たちの方が危なかったんですからね。存在しない何かを見るような目でバットを振り回すんです。その時何人かが噂しているのを聞きました。それで僕もこの学校にまつわる人形の話を知ったんですけどね。そうなんだ。おお、先生の哀れむような表情を今も覚えています。何ですか、どうしてみんな辞めないんでしょうか。知らずに入ってくる生徒は仕方ないとしても、先生やその現実を見てしまった生徒たちはどうして辞めないんでしょうかね。不思議じゃのう。そうですよね。来たで、来たで、お前ら喜べ。そしたら一つの事実が分かったんですよ。まず先生には被害が及ばないそうです。ですから関係ありません。そしてその生徒というのは学校に入る前から選ばれているそうなんですよ。あくまで噂ですよ。でもね、校長先生は知っているんですって。この学校の入学試験の合格者の中に、どういうわけか最低一人は不合格者が混じっているそうですよ。そしてそれは人形が選んだ生贄なんだそうなんですよ。それがお前だって話でしょ。だからでしょ、結局そうなんでしょ、そういう話なんでしょ。だってそうじゃないか話なんともならないもん、これ怖くならないもん。うん、ほう、いい人形じゃない、いい人形じゃないっていうか、終わった。ちょっと待ってください。もう少し金井さんの話を詳しく話してください。長い選択肢だな。寺子くんはこの人形の話に興味を持たれたんですか？それとも金井くんに興味があるとか？まあいいでしょう。早めに話を切り上げようと思ったんですがね。そんなに聞きたいのならば話を続けましょうか。金井くんの悲劇の話を。彼に同情の目を送る人々が増えたのも事実です。金井くん怖いぞ、これ。おー、バリ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 、ぐしゃぐしゃ。僕に噛まないで。僕は行きたくないんだ。だから僕を誘わないでくれよ。ガク、みたいな。金井、今日も元気だな。みたいな。金井の調子が悪いようだな。誰かを保健室に連れて行ってやれ。ひどい。許せねえ。怖いな。まるで骸骨のように痩せ細ってしまいました。日増しに人が近寄らなくなっていったんです。でもそれは仕方のないことでしょう。近くにいるだけで首を絞めようとしたり暴れ出したりするんですから。
カナエ君が人形の生贄になるようにになるより先に、そばにいた人の方が先に殺されそうな状態でしたからね。危険人物。なんとかしてやれ、新井くん。同じ田舎間じゃないか。金井新井コンビで頑張ってくれ。俺もそんな感じだわ。もう何も言いませんでした。すべての授業が終わり、僕が帰ろうとすると、僕の席の隣に金井くんが立っているんですよ。何か言いたそうに、そして辛そうに、正直言って怖くなかったと言えば嘘になります。僕は努めて普通に振る舞おうとしたんですが、態度には現れるものですね。自然と目を合わせないようにしていたようです。僕のこと怖いだろう。誰も僕の話を聞いてくれないんだ。頼むよ、相談に乗ってくれないか。きっと幽霊の声ってああいう声をしてるんだと思います。聞き取れるか聞き取れないかわからないほどのか細い声なのに、妙に頭に響いてくる声。そして頼まれたら思わず断れないような影に満ちた迫力。僕は誘われるままにうなずいてしまいました。みんなの金井君を見る同情の視線は僕にも広がっていました。帰りながら話そうか。はあ、新井君好きなんだよ。新井君の雰囲気いいよねみたいな。そうですか。情けない男だと思いますか。そんなことないっす、先輩。ありがとう。君もあの時の僕の立場だったらきっとそうしたと思いますよ。僕は金井君に見張られながら急いでカバンに荷物をしまいました。廊下は静まり返っていました。いつものその時間には下校しようとする生徒でごった返しているのに、なぜかその時は人影もなく静まり返っていたんです。僕は金井君と肩を並べて歩き始めました。誰もいらねえよ。いや僕今日死ぬんだ。頑張ってね。僕ね、この2、3日ずっと人形の姿が見えるんだ。今はもう僕も知っているよ。この学校では毎年一人人形のために生贄を差し出さなきゃならないんだろう。そして僕のことを見たんです。僕の体は震えていました。僕は金井君を直視できませんでした。なぜか罪悪感を感じていたんです。そうなの？なんで新井君を責めるの？僕に責任はありません。僕が悪いわけでもありません。それに人形の話を知ったのも彼が生贄だと分かった後のことですから。なんで新井君を選んだんだろう。事務的に前に出すことが精一杯でした。人形が僕を呼ぶんだ。人形はどうして僕を呼ぶのか分からない。どうして僕が選ばれたのかも。でも呼ばれているのは事実なんだ。そしてもうすぐ死ぬんだ。人形は離れてくれない。ほら、今も君の隣にいる。君は今人形と僕に挟まれて歩いているんだよ。そう言うと金井君は目をそらす僕の目の前にニュッと顔を突き出したんです。その顔は笑っていました。ドクロが笑うとああいう顔になるんでしょうか。とても悲しそうな笑いでした。僕は金井君と目線を合わせてしまったんです。ほら、今人形は君の肩に手を置いた。どうした、新井君には見えないの？君人形に気に入られたみたいだよ。何この人。何この人、気持ち悪い。ポーン、ポポポポーン。怖いな人形。人形は僕のそばから離れない。家にまでついてくるんだよ。寝ているときはずっと僕の枕元に佇んでいるんだ。そしてじっと僕を見ている。あれは現実なのか、それとも夢なのか。もう僕はたまらないよ。風呂に入れば湯船の中に顔半分出した人形がいるしね。一瞬たりとも僕のそばから離れてくれないんだよ。もう死んだ方がいいと思ったとき、人形がニーッと笑ったんだよ。そして頭の中に声が響いたのさ。明日死ぬから。それが昨日のことだった。だからね、今日僕は死んでしまうんだ。そこで相談なんだけれど。彼の顔は
肌と肌がくっつきそうなほど僕の目前に迫っていたんですから。眼前に。どうしますか？カナエ君の相談事って聞きたいですか？なんで俺に聞くんだよ。お前の話だろ。聞きたくねえよ。聞きたくないのかい？なんでそれ。聞きたくないのかいって言われちゃった。その代わり僕のお願いを聞いてくれるかい？僕のお願いだったら聞いてくれますよね。聞きましょう。いいですよ。別に構いませんけど。構いませんけど、聞きたくないんですね。聞きますよ。僕のお願いはね、二人っきりで急行車裏の桜のところまで行ってほしいんだよ。さあ、一緒に行こう。怖い。怖い、この人。みんな助けて。なんで俺を連れて行くの。死んじゃうよ、俺。すっかり青葉が茂っていた。ここですよ。そう言って新井さんは僕の目の前に立ちふさがった。生温かく湿ったものがぬるりと。なんですか。なんですかこれ。何これ。眼鏡の何これ。一体何なのこれは。なめら眼鏡眼鏡をなめられたってどういう。何どんな感じ。なんなん新井さん、これなんすか。なんすかこれ。ちょっと怖いっす。肩の上に顎を乗せてじっと僕を見ている。その目は焦点が合わないような、そんな風なのだが、それでいてしっかりと僕を捉えて離さない。そして次の瞬間、その顔はふっと消えた。今君の目を何かが触ったでしょ。あれは人形が君の目玉を舐めましたんです。よかったですね、君は選ばれたんですよ。だって今僕の肩に人形の顔があるのが見えませんでしたか。目玉をしゃぶられて、しかも人形に気に入られると、その姿が見えるようになるんですよ。あれは生贄のトレードが成功した証拠です。ちょっと待った、トレードってどういうことだい。やめてください。僕は何かの手違いで人形に気に入られてしまったんです。しかしラッキーなことに生贄は交換することができると聞いたんです。チャンスは1回きりだったんです。ええ、トレード大成功ですよ。やったー、トレード大成功だー。イエーイイエーイ、やったー、僕がイエーイ。もうやだー、もうやだよー。ヒーローじゃん。やったな。長生きしたいんだよ。七不思議を話したらなんちゃらかんちゃって悪いことが起きるみたいなこと言ってたじゃん。もうこれでダメじゃん。もう君もトレードしたい？したかったら僕と同じようにすれば、運が良ければ成功します。え、だってこれは一回きりなんですから。僕はもう新井さんの声を聞く気はなかった。だって桜の木の枝に人形がぶら下がって僕を見ているから。どこどこ。あ、終わった。トレードチャンスは、俺のトレードチャンス返せ。一回きりのトレードチャンスやりたい。どういうことなんだよ。もう一回やるよ。そうだな、カナエ君の話聞いてみるのもいいかもね。聞きたいな。いいですけどね。話してください。この生贄も来年で終わる。来年生贄になるやつが最後。ああ、なるほどね。ってことは今の1年生ってことだね。福沢だね、これね。福沢が、まあ、生贄になるんでしょうね、これ。よかった、よかった。左肩にずっしりと乗ってのは分かってるだろ、お前。そうだって、それで君に確認してほしいんだよ。間違いなくそいつがこの学校にいるかどうかを。いれば問題ない。もうこの学校の数々の呪いから解き放たれるんだ。この学校に起こった不思議な事件もなくなると思うよ。そいつの名前はお前だー、テラコじゃーみたいな話でしょ。その人はこの学校にいましたよ。だからもうすぐ起きるんです、最後の生贄の儀式。その人はですね、この中にいるんですよ。福沢だな、これ。
来年っつったらだって今2年生のやつがお前なんだから1年生でしょ。そういうわけでもないの。3年生から選ばれたりすることもあるわけ。それは金井くんはその直後に死にましたよ。心臓発作でした。パコパコ。何本かの黒い髪の毛が握られていました。僕の髪ではありません。金井くんは僕の髪に一度も触れなかったのですから。 DNA 検査じゃ。人形の髪の毛、僕には分かりません。最初から握っていたのかもしれませんしね。金井くんの死について僕は疑われませんでした。あ、心臓発作、心臓発作、これでいいよねみたいな。終わった。でも誰か一人は犠牲になってくれないと生贄は終わらないんですが。あ、結構来ないんですね。あ、帰った。スッタカタタタタ、サコロサッサー、待てー、ピュー。なんて嫌な話をしてくれたんだ。みんな顔を伏せている。怯えてるようでもあり、腹を立てているようにも見えた。人形の生贄だって、そんな話信じられない。そんなことあるわけない。そんな恐ろしいこと。終わった。これ7話目来るな、これ7話目続きやるな、これでお前だ言われるな、もうやだな。はい、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。